撮影ここがモーニング娘。開始です。さあ今日はですね、こういうセットもありまして始まりますよ。そして踊っているじゃん。はい、今日の決めのポーズを。え、今日の決めのポーズ。3、2、1、9。よろしくお願いします。はい、カット。カット。俺はメリーになって同情させたもん。みたいな。この人は誰だ？ドゥドゥン、フジちゃんです。かわいいパジャマだね。そう見て、足みんな足なんかかわいいじゃん。あ、これふわふわなんだよこれ。ふわふわ動物がここに住んでる。制服もモーニング娘。以外で着なくなるのかな。声が遅れて聞こえてくるよ。
丈夫。腹話術師なんです、実は。そうなんです。仕掛けは誰も仕掛けもありません。両手でやって。で、歌う人は、近くて前に出て、うん、その時は、ここで。1枚目か。この間15人だったんだよね。そっか、21枚目だって。すごいいっぱい出したね。その他にもいっぱい歌ってるもんね、シャッフルとかね。21枚目すごい。でもいいと思う、ふさわしい曲だと思う。ちょっとね、寿司屋町ちょっとね、レッスンの時ね、マジでね、涙が足立ってきたんですよ。なぜかというと、今回のダンスレッスンは先生方が15人集まって15人で完成形を見せてくれた。でナッチが時代はそれぞれいっぱいっていうところで、カオリとハイタッチして矢口とこう手つないで、みんながバーッとナッチの周りに来るの。でその詩がさ、時代はそれぞれいっぱい頑張ってきたよねっていう詩なの。もうね、それでなんかこう見ててね、やばかったんです。うん、みたいな。ちょっと来るものがありましたね。でもね、嬉しいのはよっちゃんが、そうさ皆さんいつあらいせとか言ったり、なんかヘイとか言ったり、なんかこの歌と歌の間にそういう煽り系の言葉が入ってるのってすっごい娘らしいの。ダンスサイトとかっていうのもそうでしょ。矢口のセクシービームとか、ああいうのって娘って感じがするの、あっちの中で。で、楽しくて笑顔な曲で、なんか娘って感じがするんだよね。だからそれがこうなっちも、まあ娘としては最後のシングルでよかったなって